自分の新しい弁当箱を買い直してみた。なんか安かったね。なんかパッキンで切りになってって言えばいいの、うん、もう仕切りのさ枠ができてるから一漏れしないからさ。なるほど。省エネかなって。こんな少ない量で私食べようかな。やばい、これもう充電切れる。しょうがない。あとなんか安かったけどそんな量入ってないけど、うん、ハムスターの砂あったから買おうと思ってたけど、いや。なるほどね。小島行った時に買おうかなって思ったけど。出ししてる店員さんの会話が、あ、これは多分猫を飼ってる人たちだなっていう。若いお兄ちゃんとおばちゃんの店員さんがさ、ヘッドホンで品出ししてたんだけど、うんうん、会話が絶対にあれ、あの猫、しかも結構老猫ちゃんがカリカリをふやかしてます。カリカリ、うん、なんかフードのこと言ってる。なるほど。やばい、なんかちょっと仲間に入りたい。寒い。微妙にレジが混んでた。あ、そんなに。散歩の散歩さ、散歩スタイル。そうか、だから地元の人スタイルって言ってたら。震え落ち着いたね。このペットボトルすげえ気になる。いや、猫とか。あ、猫か。猫とか、カラスとか、鳥が来ちゃうからですよ、角とかが。この前チャリが爆走してくるから怖い。いつか衝突事故を起こされそう。うん、あとゲッチャ連続しないで来るよなって、うん、何なんでしょうね、うん、すげえスピードで来る。ここにゆっくり走ろうって書いてあったけど、もうこれ読めないんで、きっとゆっくりの意味が分かんない。まあね、いっそ自転車を降りて通れの方がいいと思うんだけど。声もすごい。そっちの方がいつか子供の子が引き殺すのです知らんけど。そういう事故現場を目の当たりにして見てるとか。まあね、この通りもちょっと怖いけど、うん、めっちゃうんこしてんだ。ここ鳥のうんこね。参加してんよ。し、じゃあもうここから降りよっか。うん、よし、はい、もうじゃあ持ったし。今のとこお前駐車場なんもないの？声優だったらね、この気持ちが変わってるからね、覚えておいて。これ。だから量多いからこっちにしようかなって。なるほど。香りもいいらしい。どうしたの？どうした？大丈夫？しかし寒いな。超腹減った。家帰ってチーズラーメン食べよう。お腹空いたよね。カレーにしよう。カレー？うん、アイトム。カレーにしようかな。カレーカレーにしよう。2つ買おうかな。超腹減った。これもこの前向かうで OK？ うん、もうそこ向かうで買って。あ、いいよ。うんちにちさせて、そう。うん、あ、いいよ。
本当にごめん、俺に恨みあんのか。俺にやってるよ、ほら。ほんとに。うわぁ、俺まで、うわぁ。コンちゃんの牛乳買ってきたよと思ったら忘れてたわ。ちょっと、水分あんまり寒いから取ってないからさ、硬いからさ。まあ、そう。うん、だから牛乳、ミルク飲ませて、コーヒー。めっちゃ腹減った。ヤギミルクは本当は飲ませたいんだけどね、うん、なんかみんなヤギミルクいいって言うから。ヤギミルク、うん、ワンコ用の。え、そっち行くの？いやいや、もう帰ろう帰ろう。逆方向やで。これこっちだぞ。こっちなの？じゃあ右側から行く？あ、そう、右側からがいいんだって。こっち？すげえ、顔がキラキラ。左側は嫌なんだって。ひも盛り場。落としそうですよ、顔に。気をつけよ、携帯。あ、ここから落としてどんどん投げない限りもいいじゃね。いやー、スプーンってやってポッチャーンってかけたり。これでも上上がれないもんね。あ、一応あるか。上上がれない。まあまあ、勝手に落ちたかぐらい。やむを得ないから。そういう時は警察に電話して。そうなの。やればいいんじゃない、うん、なので降りたいんですけど、どうしたらいいですかって。いや、もうささってやっちゃったね。いや、それだと逆に変に通報されかねないから、うん、最初からもう警察を呼んで、立ち合い乗せの予約をしたら。もう怖いから、あんまり川沿いは言わない。ここから落としてそう通んない。まあね。これ落としたら泣くよな。拾うにもめんどくせえもん。新しいのを作り直そうと思ってたから。なるほど。あー、でもいいけど超腹減ったなんで急に食ったのにな。すげえ腹減った。デブ昨日の今日だからカロリー消費してるからだと思う。あ、で体がだんだん痩せまってきたから、うん、あとは多分そんなに昨日食べてないじゃん。まあ、だからそれの分もカロリー消費を急激にさせられたからあれじゃない。ラー牛が食いたい。ラー牛じゃねえか。ラーカレー。いやいやいや。ラーチーだ。ラーチー。食べたくなるよ。チーラー。え？味噌ラーメン。あれまだあるでしょ。隠し財産一つある。あ、そうなの。ダイエーで買ったやつだ。買っとこうかな。なんかほら買い占めみたいになってた時期あったじゃん。あ、そういう時。あったけど。一袋
ね、食料はね、なくならないと思う。ダイニングから安いから198円。俺、多分マスクはまた起こりそうな気がする。特に私、これちっちゃめだから、より一層さ、当番組に出てくるみたいな。例えてよかったね、この。あ、また、来月また買おう。あ、また買うの、マスクで。え、買いすぎ。めっちゃ買ったじゃん、まあいいけど。まあね、私ほら、仕事でもう毎日使う。俺もマスク450個ぐらいあるから。仕事以外だと、うん、あ、これ1回使ったり散歩だけとかのこういう人みたいなことはなんか洗って使ったりな車マジで。ちょっと怖えもん。確かにね、もう飛び出してやろうってなる気持ちはめっちゃわかる。私も何回かやったことある。あそこまで人が待ってて止まらないってすごいすごい。さすがにさ、いうかあそこのガソリンスタンドのさ、歩道橋とか歩道じゃねえ、横断歩道とかあるんだけどさ、うん、俺止まってんじゃん。対向車全然止まんねえじゃん。マジかよ。さすがに止まれやと。歩行者が歩き出して渡りかけた時にさ、対向車突っ込んでくるのね。そう、あの人たち引き殺しに来てんのかと思って。マジでと思って。さすがに対向車止まってんだったら君止まりなよっていう感じするけど。歩行者が歩いてんのになんか渋々ギリギリで止まってやるみたいな感じで。うん。で止まって。あれは良くないよね。よっぽど心掴んでんのかも。人に優しくされないで。世の中渡ってきたのか、それかもう急いでるか、うん、急いでたとしてもねえわな。腹痛くて仕方もないやつ。罪悪感わかんのかな。え、俺ダメなんだよ、罪悪感湧いちゃうから。自転車だから。罪悪感だよ。やっぱオーダー歩道のことによって人になってから止まるでしょ。うん、だってそういう道交法的なルールだから。たまに車通るから。かわいい、かわいい、かわいい。プレブルちゃんかな。うん、かわいい。僕が最近くる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 回る。あれ、詐欺がすげえ。何あれ。あ、後ろ自転車。あ、ね、そう、こっち見てもらう。なんか白詐欺がすげえ勢い飛んでたよ。詐欺が。ほらほら。おお、すげえ、きれいきれいきれい。うん。うん。ぼやけちゃった。声、ごめん、携帯落とすかもってこんなことやってる。寝床に行くんじゃん、わかんない。すごい勢い飛んでる。楽しみなんだよね、こう毎年、うん、見るのを。境川沿いで。いや、携帯落とすかもって言って、もの川の方に携帯ポって。自ら危険な。危ねえ、危ねえ。超ウケる。なあ、これ落としたら泣くな、マジで、携帯。落としたら、多分そもそももう待機不能だと思うよ。まあ、ゴエスだからね。っていうかさ、あ、今、水全然ないけど、川の水が。もろ、うん、石に当たるだけで。まあ、うん、あ、まあ大丈夫か、ギリギリ。水かさが多少あればさ、うん、ゴボっていくけど、これだとゴンだよ、多分勢いよく。うん、寒い寒い。なんかめったに氾濫することないけどね。うん、去年の怖かったね。多分ここ氾濫したら、東京の他のところほとんどやばくなるよね。うん、一昨年か。まあね、まあ、ここだけは多分、ここ山の方になってるんですよ、この川の方で、うん、それだからめったにないんですよ。それでも日日だって若干溢れてたしね。うん、ライブ考えてる。怖かったけどな。この辺のマンション微妙な高台だからいいけど、まあね、この辺のマンション全滅だからな、そうなったら。まあ上の階の人ぐらいしか生き残るとしたら本当に。いや、多分全滅でしょ、下の方でもう。あ、まあ、そうだろうな。一番上の階はギリじゃないかな、多分。まあ、運よく崩壊しなきゃね、下の階は。5、6階ぐらいまでは
大体でも下の階も崩壊するんじゃないの。あれ水の勢いによりってくるんだ。うん、結構勢いよくなるからさ、ね、この辺は全滅だよ。もう父ちゃん今日行ったんだっけ。あれ俺の携帯この5S も壊れてるのかな。もう神社行ったんだ。え、神社もうお参り行ったの。あ、行ったよ。うん、もうゲーセンのついでに行ってきた。家帰って何やろうかな。あれ、こんなところに駐輪場は。あ、本当だ、できたんだ。貸し出しチャリじゃねえ。あ、本当だ。へえ。何やこれ。こんなところに貸し出しチャリがある。エコバイク70分15分。あ、70円15分。これ70円15分。え、微妙。1時間じゃあ4倍、280円、うん、うん、結構取るわ。しかも微妙なところにあるな、これ、うん、使いづらくない。1時間15分だったら、あ、違う、1、何言ってんだ、1時間70円だったら使ったかもしれない。1時間15分ってなんだよ。ごめん、1時間70円だったら考えたもん。で、1時間いくらなんだっけ、100円。違う、280円。うん、4倍だから70円だよな。父には80円。せめて200円だよな、1時間。まあ、まあ、そこまで。需要なさそう、ここ。あんの？なんでここなの？このマンションの人たちが買い物行くように置いた的な感じ？じゃない。だけど、そのコロナ禍でさ、共同で他人と使うっていうリスク、まあ、あるものを果たして使う人がいるのだろうか。共有傘もあるからね。で、正直思ってた。あー寒い。あー腹減ったよ。待って、腹減ったよ。もういいやしないの。飯食おうぜ。風呂入ろう。俺先に入る。あ、先入っていいよ。いや、うちの結局入ってないって聞かない、聞かないって、うん、寝ちゃったもん。俺ね、風呂入んなくても歯だけは絶対苦手でしょ。全部やれよ。プロも入れるの。コブの範囲に置いてる。あ、やるやる。しっかりやってる。何だけど、入ったよ。入ろうよ。この釣りが可愛いから。でもなし。なんかすげえコンソメの匂いする。本当？うん、コンソメっていうかビネガー、ビネガー同じか。コンソメの、よくわかんねえ。若いのご飯作る人すげえな。ん？なんか、1日のご飯作る人すげえな。いや、金かかるよ、すごいけど。なんでそんなに作るの？金持ちだって。実際見たことあるけど。金かけてるよ、うん。結構、あれね、一回だけね、そのガチでやってる買い物まで見たことあるけど、結構出費するよ、あれ。いいんだよ、もう雑な雑なさがあるかもしれないけど、普通の味噌汁でそれで俺もう十分だよ。こんな気取んなくなってシェフじゃないんだから。そこで止まんなくていいよ。かわいい。
触りたいけど、ちょっと素取り激しいからね。さすがに。よかったな、ポカ。少しだけだけど。なんか急に抱っこしてて、切り上がる。謎の。謎だよね。ちょっとね、あそこは危険だったな。うん、人通り激しいから。夜だから危ないし。うん、いなかったらいいんだけど。かわいい子です。うん。あれ、何気に持ったここまで。よかったじゃん。うん。はい、はい。かわいい、かわいい。寒い。帰ろう、帰ろう。神戸だ。こんなスピード出すとこじゃないです。しょうがない。神戸だからしょうがない。かわいい。怖っ。いつかここのスキーボード。ここね、結構スピード出す人多いよ、朝特に。あ、遅刻しちゃう。まあ俺も、そんな俺も来週、再来週の月曜か、あ、来週の月曜か、そういう身なんで、そういうのは避けたいと思いますが。まあ余裕持って出勤した方がいいかもね。道路混む可能性あるし。そうだね。だ、同じ状況の人が増えてる可能性を想定すると、うん、道路混む可能性ある。ちょっと同じ時間帯にさ、一回道出してどのぐらいかかるかっていうのを想定しておこうかな、うん、明日とか NTC か、多分7時ぐらいに出ればいいかな、うん、7時はきついか。一番混む時間帯じゃないですか、道路的に。8時に着きたいから、じゃあ8時やね、7時4 50分ぐらい。もう一個電車乗るからさ、ちょっと駐車場離れてんだよ、そっから。あの、え、電車乗んなきゃいけないの？あ、違う、え、駐車場からその通勤場所離れてんのよ。あ、そう、広いんだよ、NTC って。無駄に行っちゃった。そう、無駄に広いから、あの、基地みたいなところだから、山のね、ね、ポップ。もう全然あさってる方に。もうダメだ。というわけで、ここまでだな。さみさみ。いや、もうちょっと登ったところで。腹減ったな。はぁ、もう、ラーメン屋行く気がしなくなっちゃって。体調計良かったよな。よいしょ。この遅刻見てくださいか。そうだね、対象権復活してほしいな。もう復活しないだろうな、コロナもこんな風になっちゃったし。無理だろうね。うん、今やったところで赤字経営。寒い寒い寒い。どこ？疲れてたんじゃないの。まあでもあそこね、ダッチングしたくないから早く通りたいって心理でスピード出しちゃうっていうのは分かる。ここの道が一番嫌だけどね。ここも嫌だね、うん、